常年司チャンネルニュースの虎川ガオー。はい、本日のゲストは吉田渚さんです。お願いします。先週はね、ありがとうございました。あのワクチンのやつね、いえおかげさまでね、はい、あのワクチンデマだいぶ駆除できたかなと。デマ多いですからね。デマ多いですからね、はい、はい、でね、今日はね、あのまあデマみたいなものです、はい、デマみたいなものですか。うん、あのチャイナの不動産、はい、ああ、なるほど。存在そのものがちょっとデマっぽいでしょ。はい。ね、いつまでバブル続くのかみたいな。でね、そんなね、チャイナのね、不動産にね、なんとすごいものができましたよと。なんでしょう。チャイナにリート市場爆誕ということで。リートですか。伝説のポケモンが。はい、出ましたね。チャイナ4000年のポケモンリートができるそうです。で、日経新聞にね、こんな記事があります。チャイナにリート市場誕生、インフラ整備、資金誘導ということで、恐ろしい。どこに俺たち、どこに俺たちの資金を誘導するんだ、はい、恐ろしい。どこに行くんでしょう。いや、これね、あの、はい、記事によるとね、チャイナでインフラ投資を対象とする不動産、投資信託、リート市場が始動した9本が同時に上場し、時価総額は、320億元、日本円でですね、5550億円となった。チャイナは民間マネーの投入でインフラの整備を狙う。リード市場の規模としてはアジアでインドや韓国に次ぐ9位、将来は36兆円と、円規模と、巨大市場に成長すると予想されていると。で、今回上場したのはですね、汚水処理場の運営で生まれる収益を投資家に分配する国府主層水務リートなど9本、いずれも高速道路、工業団地、倉庫などインフラ設備を、インフラ施設を投資対象としているそうです。なるほど。大丈夫なんですかね。どうなんですかね。あのチャイナの場合はね、はい、そのまあ不動産ね、まあこれ住宅とかじゃないので、はい、まあそれでキャッシュ生みそうなところへの投資だからね、はい、まあそのだから汚水処理場とかさ、高速道路とかもまあ一応ねこれキャッシュ取れるでしょ。そうですね。まあ当然でもまあコストもかかるんですけど、はい、でこれはまあ株式会社的にやらないで、まあリートのスキームを使ってまあその利益を分配しようということなんで、はい、まあまだこれね、あの生まれるキャッシュフローの分配っていう感じで、そこからまあ元本価値を計算してやってるのでまだいいんですけど、はい、もう住宅とかだとね、危ないですよね。危ないかなと思うんだよね、はい、だって日本でもあのレジデンスのリートってあるじゃないですか、はい、でもチャイナの場合も住宅価格ってあってなきのようなですよね、うん、取引停止になったりとかさ、はい、いろいろあるから大丈夫なのかなというふうには思うんですけれども。そうですよね、うん、でインフラ言ってますけどね、あの公共事業で散々インフラ作ってさ、はい、でも明らかに収益率低下してるのにまだ作んのみたいな。何を作るんですかね本当に。いや、新幹線だから1本引いたらね、はい、それを3本にすればいいじゃないアントワネットみたいな。はい。で3本引いたら今度はじゃあそれ10本にすればいいじゃないアントワネットみたいな。いやアントワネットさんですね。アントワネットだらけですよ、はい、ね、インフラアントワネットがもういっぱい出てるんで、はい、どうすんだと。でね、あの当然なんですけど、あの日本で考えてみてください。東海道新幹線引きますよね、はい、ね、で今度今まあリニアやろうとしてますけど、はい、まあこれ多分競合しますよ。飛行機もあるし。そうですよね。でしょ、はい、でこれじゃあ新幹線をじゃああと3本引いたらどうなるかっていうと絶対収益率低下するよね。はい。でしょ。で、あの投資のリターンが悪くなるってことじゃないですか、はい、でしょ。でチャイナっていうのもまあ基本的にね、この経済の絶対逆らえない掟からは逃げられないので、はい、まあ最初にね、もう何にもないところに鉄道を引いた時の収益ってこれ半端ないと思いますよ、はい、ね、でそれが新幹線になって高速化してまあいいでしょうと、そこまで、はい、でこれをじゃあ3本引いたからって変わらないですよね。収益が3倍になるかって、まあ人口そこそこ多いからさ、はい、まあ 1.5 倍ぐらいまではこうリニアに収益も上がるかもしれないけど、そっから先さすがに乗んねえだろみたいな。そうですよね。でしょ、はい、で実際にチャイナの高速鉄道って客少ないので結構有名だから、少ないんですか、うん、あのなんか引きすぎちゃって乗らない路線はもう赤字のとこすごい赤字なんだって、だけどあのまあチャイナ版国鉄みたいなところがあって、はい、まだもっと引きますとか言って、で日本も昔そうだったじゃん、あの国鉄ってさ昔ありましたけど今 JR になってますけど、はい、あれはもうほんと無謀とも言えるこの路線のね、はい、計画を立てて、でバン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 もう不採算路線作りまくって、はい、でそのもうあのね経営破綻みたいな普通だったらなるんですけど、はい、税金が投入されてるんで、なるほど、破綻しないんですね。線路は続くよどこまでもみたいになってしまうわけですよ。いや何本もになっちゃう、何本もと、はい、いうことになってしまうわけですよ、はい、でチャイナもそういうことないのと。でね、まあ今回下水処理施設とかね、はい、まあチャイナに必要なものなんでいいんですけど、これ行き着くとこまで行くとね、もうどうにもできないですよね。どうにもできないかなみたいな気もするんですが、そんなに汚水ないですよ。汚水、まあでも汚水はでもいっぱいあるからね、はい、確かにね、うん、まあ本当無限にあるんじゃねえかっていうくらい汚水あるから、なるほど、汚水ファンドとかは行くのかもしれないけどさ、はい、まあでもね、それどうすんのかということですので、まあこれね、買いたい人はいるのかもしれませんが、はい、私はちょっとやめとこうかな。私もちょっと怖いですね。でチャイナがね、あの長期的に抱えてる問題ってのがあってね、これはまあ高橋雄一先生なんかもね繰り返し指摘されてますけれども、はい、中心国の罠と、はい、
中所得国の罠とね言われているものがあるんですよ。何でしょう。これは何かというとですね、一人当たりの国民所得が1万ドルの壁をね、はい、突破してで長期的にそれを突破するのって結構難しいんです。あでチャイナの場合は、まあ、多分これ今ちょっと突破してるんですけど、はい、長続きできないかなと言われていて、でねこれ長続きするための条件ってもう1個しかないんですよ。それはね経済の自由化。ああなるほど、はい、日本もこれ80年代にこれやってですね、はい、で突破したんですよね。で他の国もまあみんなそんな感じですよ、はい、あの突破した国ってイスラエルとかね、あと韓国も突破してるんですけど、はい、まあ割とまあ韓国ね、まあ自由化っていうとまあ金持ちにはかなりね優しくて自由な国でしょ、はい、まあそういう意味ではあの経済の自由化を進める必要がある。ところが経済の自由っていうのは、はい、ほぼほぼイコール政治の自由でしょ。そうですね。で政治的な自由のないところで経済の自由だけ広げるってのは無理なんですよ、はい、で実際に政治的なね自由のないところで経済だいぶ解放してみたら結局今何が起こったかというと、はい、解放しすぎちゃって、はい、ジャックマーとかがすごい人気で、はいね、大統領になってほしいみたいな人結構いるんですよ、はい、ね、チャイナで。そうすると習近平が自分のライバルと見なして、はい、でジャック・マーすごい今占められてるでしょ。そうなんですか。アリババグループいろいろ占められてて、はい、あの大学まで認可取り消しみたいな目にあったりとか。そこまでですか。うん、いろんないじめを食らってますよね。で他にもそのテンセントだね、なんだかんだいろんな創業者みんなもう廃業して逃げちゃうでしょ、はい、でそういうの見てじゃあその新しい起業家たちはどう思うかということですよね。怖いですよね。怖いですよね、はい、でそんなところでね、まあ、リートだけは一前に先進国の真似してやったところで、はい、果たしてうまくいくのかどうか。いやどうなんですかね。まあでもうまくいくんじゃない。国家としてやってるから計画経済だし、はい、絶対うまくいくようにいろいろ相場操作とかもしてやるんでしょうけど、はい、そういうのに我々加担するべきなのかどうかね。いやちょっと怖いです。怖いですよね、はい、まあ順当してみて俺が買うかっていうと多分買わないよ、はい、買わないし、あのチャイナ経済長期的にどうかっていうと結構厳しいかなと。そうですよね。いろんな問題がありますからね。そうですね、まあ、まずはその中所得国の罠っていうのがあって、はい、であともう一個ね、あの通奏低音としてはですね、少子高齢化ね。あこれがまあ日本以上に進んでいくので、はい、まあただね少子高齢化進んでも怖くないんですよ。一人当たりの GDP 増やせばいいんだから。じゃあどうやって増やすのってなった時に、はい、やっぱり経済の自由化ってことですね。増やせないです、ね、結局そこなんですよ、はい、経済自由化しないとやっぱり一人当たりの GDP も増えていかないんですね、はい、これなんでかといっても言うと、もうチャイナはいわゆるあのキャッチアップ型のね、はい、あの経済ってもう終わりになってる。アメリカのとかね、イギリスとか日本とかね、はい、まあまあアメリカヨーロッパ日本の真似してパクってパクってパクってってガーってやっていく時ってこう、はい、まああの追いつくだけなんで、はい、結構な進捗でね、年率 10% とかの経済成長で追いついちゃうんですよ。はい、で追いついたら早いですね。そうそうそう、はい、で追いついたら追いついた後が問題で、はい、追いついてからはねあんまり成長できないよ。ああなるほど。でその成長のフロンティアを確保するために何が必要かというとイノベーションなんですけど、はい、イノベーションは自由な世の中じゃないと生まれない。はい。じゃチャイナが自由かというと自由ですか。自由ではないです。全然自由じゃないですよね。はい、ということでまあ結局厳しいかなと。でその自由でないチャイナに、はい、リードだけ一丁前に先進国の話を作りました。はい、これだけで問題解決すると思いますか。しないですね。しないでしょ、まあ、こんな付き合いの、はい、ね、付き合い牙のことやっても全然ダメで、はい、根本的にですね経済の自由を認める、はい、ね、で経済の自由を認めるってことはほぼほぼ政治の自由を認める、はい、イコール一党独裁をやめる、はい、これがねあの真のねチャイナの友人としてね、はい、俺がね、あのね、はい、チャイナの人民の皆様にアドバイスすることはやっぱここかなというふうに思うんですよね。はい、大事ですよね。もう中華料理大好きですから俺、はい、美味しいですよね。大好きです。くるくる回したいですね、はい、くる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 回してね、はい、もうこんなねやってますよもう、はい、違うテーブル回しますけどもはい、すいません、ちょっと古いですね今ね、ちょっとスクラッチだった感じですが、はい、はい、なので、まあ、やっぱりねそういう意味でね、あの中心国の罠を逃げる、からね、はい、抜け出すためには、まあ、本当にねこういうね付け焼き刃 の、 その、まあ、先進国の真似事ではなくて、はい、もっと根本的なことにねやっぱねこのメスを入れていかないと、ね、まあ、チャイナの人民もね、はい、これがものすごいね格差社会、はい、そして少子高齢化でね苦しむと思うんで、はい、今後心配ですよね。ですよね、はい、まあ、その投票によって選ばれてない人たちが今、はい、まあそのね権力の中枢にいるわけですけども、そういう人たちがね、はい、国民の声をねやっぱり聞くっつって言ったって、やっぱ所詮は特権階級ですよ、はい、選挙による先例ないから、はい、ね、そういう意味ではやっぱりね、まあ、一日も早くね、はい、民主化、ね、民主、はい、進めてほしいなと、ね、大事ですね。8964天安門事件、はい、天安門事件でね亡くなった方々がね訴えていたこのね、はい、チャイナの民主、民主化ね、ぜひ進めてもらいたいなというふうに思っております。はい、はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね高評価のボタンね、はい、そしてチャンネル登録お願いします。はい、はい、そして吉田さんへのね温かいメッセージを、はい、お待ちしてます。ぜひコメント欄に書いておいてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ガー。